枯れ葉、儚く散りゆく様のなんと美しいことよ。それに比べ夏を過ぎても咲き続けるひまわりのなんとも下品なことか。散り際をわきまえぬひまわりよ、我ら風呂シャイブだ。うるせえよ。わかりにくかったか。ひまわりとはサンレッド、お前のことを遠回しに。わかるわそんくらい。ったく、いつも前工場だけは一丁前に考えてきやがって。てかそんなことはどうでもいいんだよ。何やってんだよナイトマン。ナイトマン誰のことだ。俺の名はプロサイム怪人ナイトーンだ。黙れ。何してんだよな、こんなところで。いや、何してるって。僕この前言ったじゃないですか、怪人になりたいって。言ってたけどよ。でなっちゃったのかよ、ヒーロー辞めて怪人に。なっちゃいましたよ先輩。なんだよナイトールって、薬局に売ってそうな名前じゃねえか。頭に F って書いただけだし、なんでフロシャイムに入ったんだよ。だから言ったじゃないですか、僕レッド先輩のことをすっげーぶっ殺したかったって。お前な。だからフロシャイムに入れてもらったんです、先輩をぶっ殺すために。勘違いしないでくださいよ、先輩のこと嫌いなわけじゃないんですよ。あくまで怪人としてヒーローである先輩をぶっ殺したいってだけで。今日より佐賀ってことだろ、なおさら悪いわ。てかバンプ、なんでこいつを組織に入れたりすんだよ。なんでって、うちは来るもの拒まずです。拒めよ、あいつまがいなりにもヒーローだぞ。でも分かったんです、熱く語る彼の熱意、真剣な眼差し。ナイトマン君のレッドさんをぶっ殺したいって思う気持ちは本物なんだって。はい。お前らな。ナイトマン。父さん兄さん。父二人ともどうしてここに。バンプさんから連絡をもらったんだ。え、バンプ様が。はナイトマン、私はお前を由緒ある我がナイト家の名に恥じぬ立派なヒーローになるべく育ててきたつもりだ。うん、なのに物心ついた時から怪人になりたかったなんて。ごめんよ父さん兄さん、だけど僕。悪かったな、気づいてやらなくて。え、苦しかったろナイトマン。許しを請うのは私たちの方だ。父さん兄さん、じゃあ怪人として生きていっていいの。ああもちろん。ナイトマン、それはお前が決めることだ。おい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 、父さん最初は反対してたんだぞ。ああそうだ、だがバンプさんに言われたんだ、息子さんの人生は息子さんのものだってな。え、バンプ様。いい上司に恵まれたな。バンプさん、ふつつかな息子ですが、どうかよろしくお願いいたします。そんな頭を上げてくださいお父さん。今日はヒーローとしてではなく、一人の父親としてここに来た。お前の怪人としてのデビューを見届けにな。それに俺たちの管轄は山口だしな。だがこれだけは言っておくぞナイトマン、いやナイトールよ、今度お前が山口においでませした時には、いいか、このナイトファーザーとナイトブラザーが必ずお前を倒す。分かったよ父さん兄さん。覚悟しとけよ、マジでやっちゃうからな。もうてめえら全員まとめて相手しちゃうからかかってこい。結局レッドに秒殺されたナイトマン一家であった。お、新人くん。あ、メダリオ兄さん、カーメンマン兄さん、ウサコツ兄さん、おはようございます。玄関の掃除か。いや、できるね。いや、当たり前のことですから。あ、どうぞ、モギラ兄さん、モゲラ兄さん。え、ありがとう、はあ、兄さん、初めて言われた。ナイト、悪いけどガガチャ買ってきてくんね、ガガチャ。はい、ガメス兄さん。あれダッシュな。はい、喜んで。こうしてすっかりフロシャイムに溶け込んだナイトールであった。定食屋みゆき、溝の口に店を構えて40年、地域の人々の憩いの場でもある。チュアース。はい、らっしゃい。あら、ぎょうくん。はい、みゆきちゃん。何する。バサソーミーで。サバ味噌ね、定食の方でいいのよね。チクヨロで。いや、もうみゆきちゃんの味が忘れらんなくってさ。まあ、うまいこと言って。いや、ほんとだって。はい、らっしゃい。ん、こんにちは、おばちゃん。あら、やだ、何、何、
懐かしいペリアル君。お久しぶりです。いや、たまたまこっちに来る用事があったんでね。はい、これお土産。あら、明太子。うん、俺今博多支部所属なんで、それ店で出さないでよ。いや、大好物よ。で、今日は何する？やっぱあれっすよ。ああれね、あんたいつもあれだったもんね。ちょっといいっすか、あの、ひょっとしてペリアルさん。君は？うわ、初めまして、川崎支部の行です。お噂は金がね。いや、川崎では伝説っすよ、ペリアルさん。ユーザー3とやり合った怪人として。いや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 、別に勝ってねえしょ。いや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 、あの3人を相手にしたってマジありえねえっすよ。マジリスペクトですから。で、実際どうだったんですか、あの3人で誰が一番ヤバかったんですか。さあ、いや、3人それぞれヤバさが違うからね。ウェザーイエローは正義の味方のくせにイエローデビルの異名を持った反則までさ。俺今でも大阪弁聞くと条件反射的にビクってする。それって完全にトラウマじゃないですか。で、ブルーは？あの人ね、なんかいい加減な人でさ、な、自己中っていうか、対決に来ないこともちょくちょくあったよ。マジっすか。でも戦わせたらヤバかったわ。ブルーもムエタイやってたらしくてさ、蹴りとか肘打ちとか、もう出血させられる怪人続出だったよ。立ち技最強っすか。そしてあの人、ウェザーレッド、現天体戦士サンレッド。出ました。行くんはあれなの、レッドと戦ったことは。あります、公式でも非公式でも。非公式？いや、だいぶ前にプライベートでボコられたんすよ。で、公式には1週間前に対決で。ああ、そういうことね。いや、しかしさ、あの人のパンチってさ、あれだよね、痛いよね。ですよね。なんであんな痛いの、あれね。いや、むしろ鉄の棒とかで殴れた方が痛くないんすよね。そうそうそう、あの人ナチュラルに強いんだよね。根っからの喧嘩ですね。しかしどういう戦隊だよ、今考えると。反則魔とムエタイ使いと喧嘩やって。確かに。でもやっぱあれだよ、誰がヤバいとかじゃなくてさ。はい。あの人たち根本的に仲悪くてさ、そのギスギスした空気を対決の場に持ち込んでくるデリカシーのなさがね、ヒーローとしてヤバかったよ。あっちゃ。はい、お待たせ、サバ味噌と生姜焼きね。そうそう、この味。愛され続けて40年、ウェザーレッドがサンレッドになろうとも、定食やみゆきの味は変わらない。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。川崎支部の起きて。バンプ様、やってきました。あ、ご苦労様。はっ、バイヤ君、うちでは風邪をひいたら甘酒でしょう。そんなことよりさ、それから。あ、もしもし、かよこさん。はい、内田ですけど。レッドさんが電話に。なんでお前来てんだよ。かよこさんが風邪なんですよ。お見舞いに決まってるじゃないですか。はい、あんまり大きい声出すなよ。あいつ寝てんだからよ。あ、すみません。なんですかそれ。あ、聞いちゃった。グラタン食わせてやろうと思ったよ。食ってみ、ホワイトソース、俺が作ったんだぞ。あ、おいしいだろう。昔喫茶店でバイトしてる時に覚えたんだよ。グラタンは栄養あるからよ。でもこれはかやこさんには食べさせられませんよ。え、そうなの。乳製品って意外と消化悪いんですよ。私がいいもの作りますから。風邪の時はおかゆが一番ですよ。こうしてお米から煮た方が美味しくできるんです。あとは蓋をして5分くらい蒸らせば。おい、寝てなきゃ。かよこさん、今美味しいおかゆを。うどん食べたい。え、おいしい。そうですか、よかったな。すごいぞ。浦安って東京？疲れた。もう乳酸で足がパンパン。お客さんどちらまで？プロシャイムのアジト。かわいい。かしこまりました。うわー、早い。初めて乗ったけどタクシーって便利だね。毎度あり。
ここどこ？ウェルゼンテとレイエンの前だぜ。うわ！